はい、今回はくせ毛や髪の毛のうねりを改善する脱毛筋ストレッチについてお伝えします。あなたはくせ毛や髪の毛のうねりの意外な原因を知っていたでしょうか。実は毛根の歪みが原因と言われています。昔は髪の毛サラサラだったけど、年齢を重ねて髪の毛がうねってきちゃったり、前髪の部分だけ髪の毛の癖が出てきちゃったりっていうことありませんか。実はそういう方って頭の筋膜や脱毛筋が硬くなってしまって毛根が歪んでいるかもしれないんですよ。なので今回は毛根が歪んでしまう筋膜や脱毛筋の硬さをとって、くせ毛や髪の毛のうねりを改善する方法をお伝えしていきます。しかも今回の方法、頭の血流だったり筋膜の歪みが取れるので、リフトアップ効果も望めますので、一石二鳥の方法になってますので、動画を見ながら一緒にやっていきましょう。はい、ではやっていく前に髪の毛がなぜうねってしまうのか簡単にご説明します。ほい。髪の毛って髪の毛を生えてくる下の層に筋膜っていう膜が1枚ベローンとくっついています。この筋膜が硬いと頭の動きだったり血流が悪くなってしまいます。1箇所だけ動きが悪かったり硬くなったりするんですよ。そういう部分が特にくせ毛が出やすくなってしまいます。なので今回は頭にある筋膜の硬さをとってくせ毛や髪の毛のうねりを出にくくしていきます。またそれだけではなくて、髪の毛が生えてる毛根部分に脱毛筋っていう筋肉がこうやってくっついてるんですね。この筋肉って鳥肌立つときにこの腕の毛とかこう逆立つじゃないですか。あれね、脱毛筋です。毛が生えてる部分には脱毛筋ってあって、髪の毛にも脱毛筋あります。この脱毛筋が硬いと毛穴や毛根がねじれてしまうんですよ。そのねじれの状態で髪の毛が生えてくるとうねうねうねっていうくせ毛になってしまいます。なので今回は頭の筋膜の硬さと脱毛筋、この両方の硬さを丁寧にとってくせ毛や髪の毛のうねりを改善していきましょう。はい、では頭の筋膜の硬さを取っていきます。頭の筋膜はおでこから後頭部まで1枚にベローンとつながっています。まずここをマッサージしていきましょう。はい、では両手で頭のてっぺんをこのように触っていただいて、グッと圧を加えた状態でこのように頭皮を前後に動かしてください。これを1箇所、2箇所、3箇所、4箇所後頭部の部分まで1分間マッサージをしていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、圧加えてこのように前後に動かしてください。こんな感じです。で、今動かした時に僕みたいに髪の毛がこう前後に動かない人、頭皮の動きがない人はやっぱりね、筋膜硬くなっています。なので、ね、しっかり前後に動かしてこのね、頭の筋膜を柔らかくしていきましょう。はい、指の位置ちょっと後ろに変えて、ここで前後に動かします。指にはね、しっかり圧加えちゃって大丈夫ですよ。はい、大きく髪の毛が前後に動くようにしっかり動かしてください。はい、今度指の位置、ここ後頭部寄りに移して前後に動かします。こんな感じです。はい、最後はね、もう後ろ、ここ、はい、後頭部です。で、この辺がね、結構硬い方多いんですよね。しっかり動かしてください。はい、いいですよ。はい、今度はね、横のラインをやっていきます。横のラインは耳の方から頭頂部に向かって1箇所、2箇所、3箇所でこのように上下に今度は動かしていきます。できる限りこの地肌を触るようにこうやって入れていただいてマッサージしていきましょう。ここもね、1分間やっていきます。はい、いきます。よーい、スタート。圧を加えて指を上下に動かしていきます。ちゃんとこの耳の後ろもね、しっかり押さえて上下に動かしてくださいね。ここ、ここね。はい、指をちょっと上にずらしてこうやってマッサージしていきます。ここも全然動かない方いらっしゃるんですよね。もうそれ硬くなってる証拠なので、しっかりほぐしていきましょう。で、皆さんこれ今マッサージしてて、なんか左だけ動きにくいな、右がだけ動きにくいなってもしあったら、そっちの動きにくい方だけちょっとね、重点的に時間を長めにやってあげるといいです。はい、で、そのやっぱね、硬い方の方が髪の毛のうねりや癖がね、出やすいんですよね。だからちょっとこうチェックも含めてしっかりね、マッサージしてみてください。自分の頭皮ここが硬いなっていうのをチェックもしながらマッサージです。はい、今度は頭のてっぺんです。はい、いいですよ。
はい、このたった2分やっただけでも頭のね周りがすごく軽くなってるのを感じたと思います。はい、では今度ね実毛筋のストレッチをしていきます。実毛筋っていうのは髪の毛の毛根の下についてる筋肉で、これどういう方法をやるかっていうと、手をパーにして指をねこう髪の毛にこうやって絡ませてください。はい、こんな感じです。で指全体で髪の毛をプッと挟んだら、ちょっと上に持ち上げてみてください。はい、そうするとちょっと頭皮が持ち上がると思うんですけど、この状態がね実毛筋に刺激を与えています。この状態でちょっと揺らします。こんな感じ、ここの部分を上に持ち上げて30秒間このように揺らしてください。はい、ではいきます。よーいスタート。こう髪の毛を掴んで上に引っ張って、ちょっとねまず前後に揺らします。はい、前後に揺らす。結構ね気持ちいい感じですね。今度ね横に揺らしてください。今度横に揺らす。はい、こんな感じです。毛根を引っ張ってあげましょう。そうすることで実毛筋に刺激が入ってストレッチ効果を見ます。はい、 OK です。今度は横掴みます。なのでサイドからこのように指を入れて横を掴んでください。はい、こんな感じです。こんな感じです。横、ここもしっかり根元まで手入れて髪の毛をプッと掴んで上に引っ張ります。上に引っ張ってまた30秒間揺らしていきます。はい、いきます。よーいスタート。グッと持ち上げて前後に揺らしていきましょう。まず前後ろ前後ろって感じね。はい、で今度はこう横に揺らしてあげます。すごい髪型になってるけどはい、しっかり揺らしていきましょう。でも気持ちいいですよね、髪の毛がこう引っ張られて適度にこう刺激が入ってる感じです。はい、いいですよ。最後はね後ろです。後ろグーッと入れて髪の毛掴んであげて、また引っ張りながら揺らしていきます。はい、いきます。よーいスタート。持ち上げてまず前後にこうやって揺らしてください。で自分の髪の毛の群れ根がこう強いところ動き悪くないですか。結構ね癖が出てるところはね硬いんですよね、やっぱり。なのでねしっかりこう実毛筋刺激してこう、ね、癖毛とうねりを改善していきましょう。はい、今度横に動かして、はい、もうちょっとです。もうちょっと、ちょっと長め。はい、いいですよ。お疲れ様でしたはい、はい、どうでしょうか。頭の筋膜のマッサージとさっきの実毛筋のストレッチ両方やると頭めちゃめちゃスッキリしてませんか。スッキリしてるってことは頭の血流だったり硬さが取れてるって証拠なんですね。今回の方法1日1回をね1ヶ月間続けてみてください。そうすることで頭皮の硬さと実毛筋がストレッチされて髪の毛のくせ毛やうねりがね改善してきてますので、ぜひやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。